OBC 文々リクエストは、ラジオ大阪で放送されていたラジオ番組。1986年6月から2001年9月にかけて放送されていた。対象リスナー層を中学生、高校生に絞り込み、リスナーが求めるものを送るというコンセプトでスタート。本番組開始当初の1週間は通して、おにゃんこクラブのメンバーをゲスト出演させて、 サイン入りテレホンカードプレゼントという企画で仕掛け、スタート2年目までに中学生、高校生の年齢層に限ってはトップの聴取率を記録した。番組開始当初は平日22時24時の放送だったが、後期にはナイターオフシーズンに限り21時スタートとなった。終了時間は1990年4月に24時20分まで。 1992年10月に24時30分まで延長した。しかし、中期にこの番組のプロデューサーが交代すると、聴取率が徐々に下落。2001年9月28日で15年の歴史に幕を閉じた。あと番組は、メガヒッツカウントダウンウエスト。終了から7年後の2008年12月24日には、 同日放送のラジオチャリティミュージックソンにて、OBC 文ブン,ブンリクエストミュージックソンスペシャルが22時25時の3時間に、わたって生放送され、モンスター前塚、南香織、石田康吉田宏、岩崎直脇の5人が出演した。また、2018年7月16日には、ラジオ、大阪開局60周年記念特別企画として、 人よ限りの文文リクエストとして22時24時に放送され、前塚、南、石田がパーソナリティを務めた。金曜日等に存在した地方局向け裏送り版も放送されている。ABC ラジオパラダイス1988年8月号特集全国4大エリアよワイド合戦へ巻き P24、P36OBC 文文リクエストミュージックソンスペシャル。 ラジオ大阪、2014年9月18日閲覧。ラジオパラダイス1987年3月号、中波47曲全国安弥記録長、第3回 OBC ラジオ大阪の巻、P14ABCDEF ラジオパラダイス1987年11月号、1987秋のラジオ編変体区集 P31。 ABCDE ラジオパラダイス1 9 8九年八月号 RP ニュースパレットホットインフォメーション p 7五、ハット a b ラジオパラダイス1 9九十年一月号 RP ニュースパレットホットインフォメーション p 7三、ラジオパラダイス1 9九十年七月号 RP ニュースパレットホットインフォメーション p 7六、ラジオパラダイス1 9 8八年八月号 ラジパラタイムス P78 ラジオパラダイス1990年3月号 RP ニュースパレットホットインフォメーション P75 ハット AB ラジオパラダイス1989年10月号 RP ニュースパレットホットインフォメーション P74 ラジオパラダイス1989年12月号 RP ニュースパレットホットインフォメーション P73 ラジオパラダイス1989年12月号 RP ニュースパレットホットインフォーメーション P74? ありがとうございます。